今回は藤井聡太のランチに関するスレを3本紹介します。1本目は2018年7月に建てられたスレです。秘宝藤井聡太七段、昼食に牛肉照り焼きランチ900円を注文してしまう。ええんか。うまそう。調子乗りすぎて駅。盛り付けひどすぎて草。肉少なくて悲しい。こいついつもマカロニサラダ食ってんな。若いんだからもっとがっつりしたもん食えばええのに。うまそうやけど食べ盛りには足りんのちゃうか。箱がスカスカやんけ。最近値段の割にしょぼい内容であんまり叩けない風潮あるよな。毎回盛り付けの大切さを教えてくれる藤井の注文。ハンバーグ弁当といいここの店肉が少なすぎる。ワイミーと母ちゃんのおにぎりと卵焼きを注文してしまう。野菜もっと欲しい。レイアウトの正解マイチなけんためやな。貧乏人わらわらで草。松屋食べてたら肉出してきそう。4桁ギリギリのラインで攻めとるな小賢しい。杉本師匠は昼飯の指導はしなかったのか。好きな文句って言ってた気がする。ほんまこの反則クソガキは。七段は、700円までだと何度言えば連名は処分しろよ。わい、セブンの100円おにぎりセールで済ます。藤井待った。藤井孫太くん。つこ。藤井絶対何税見てるでしょわら。お前ら煽られとるでわら。高校生だからガチで量足りないだろうな。今日斉太郎戦か。大沢取れそうなん。最近負けんかったか。ぶっちゃけ出前量入ってるよね、これ。珍しくうまそうなの引いたな。重箱も黒いし俺らに喧嘩売ってるよな。こいついつも飯食ってんな。毎回思うんやけどいつも走ないよな。どうやって食ってんの？勝ったら鍋かよ。鍋 VS 藤井楽しみやな。めちゃくちゃ勝ってるのになんでまだタイトル戦挑戦できないの？ R1 がないやん。R1 入れたら1000円超えるからアウトや。4000円ぐらいのうな重食ったらお前らどうなってしまうん？ Y の3分の1の年齢のくせに Y の5倍の昼食か。人生舐めてんな。稼げないお前が悪いんやろ。自業自得や。マックのデリバリーはダメなん？なんでデザート食わんの？可愛げないなこいつ。藤井はいつまでワイラを挑発し続ける気なのか。反則で永久追放されたんやないんか。クソガキには前日の夜買った OK ストアの半額弁当で十分や。飲み会1回で1万くらい飛ぶんだが、昼飯は松屋以上は躊躇してしまう謎を誰かといて。お前がある中。中学生騎士はクソ。加藤一二三、前代未聞の待ったで処分される。野良猫問題で近隣住民と裁判沙汰に。谷川浩二、会長時代に三浦の竜王挑戦を取り消す。羽生善治、相手を睨む。勝ちすぎて気持ちが悪いわら他の騎士は気分が悪いでしょうけどわらと煽る。渡辺明、三浦に冤罪をかぶせ挑戦変更。藤井聡太、加藤一二三以来の待った疑惑。違うって連盟に言われたのにかわいそう。藤井くん反則したのスルーされたん。連盟が反則ではないがマナー違反と認定。師匠から注意ということで決着。反則疑惑で炎上した後にこれだからな。絶対ワイラは煽ってるで。業界が問題ねえぞって回答してるぞ。悔しくて吐きそう。お前ら値段に切れてるけどこのスッカスカ弁当で900円とか金あっても頼まんやろ。500円でもっと良い弁当買えるやん。出前限定という環境でこんな飯をぼった価格で食わされてることをかわいそうとすら思うわ。渡辺、あいつカンニングしてるから挑戦者変更して。連名、丘の下。藤井、待ったしたけど見逃して。連名、丘の下。待ったじゃないのってクレームつけたのはネットで見てたやつ。藤井孫太くん。藤井スレって必ずもっと食えってアドバイスするお母さん湧くよな。視聴者、これ待ったじゃね。連名格好は、指離れてるよ待ったじゃんでも藤井くんだしな。連名、セーフわら。こうやって見ると一番アカンの渡辺明やろ。あの騒動は絶対に許されへん。藤井くんがタイトル戦に出たら昼飯嫉妬民どうなるか見てみたい。おやつでケーキとか食ってたらクッソ叩きそうやな。嫉妬民が忖度言ってるのって逆効果だよな。藤井という天才少年を底辺が難癖つけてるようにしか見えないもんな。竜王戦敗退したくせに生意気やな。1万円くらいのランチ頼んでインスタで煽ってみてほしい。自分で稼いだ金で食う飯はうまいか？スーパーで安くなったおにぎり冷凍させて毎日持ってってるのになんなんこいつ。騒動前。嫉妬民はネタでやってるんやろなわら。騒動後。お前らそのレベルで憎しみを抱いていたんか。ゲイストで殺害予告されてて引いた。どこにでも嫉妬民おるんやね。マイクの感動いい加減落とせニコ星もアベマも。センスうるさいねん。用語じゃないけどマイクが近すぎるんやと思う。連盟が無罪っていう前に嫉妬民が棄権に出すなとか本気で言ってるのには引いたわ。挑戦者決定戦は、冤罪ふっかけの渡辺 VS 待ったもみ消しの藤井。楽しみや。連盟の忖度はほんまにアホ公正な組織であるところを見せつけれたのに加藤ほど悪質やない。にゃから対局用没収とかでええやんけバカか。最近藤井スレはガチなやつ結構いそうで引く。ネタって感じがしない。正直藤井の反則とかよりそんな些細なことで殺害予告とかしてる藤井嫉妬民のキモさの方、いろいろと吹くんだよな。飯はどうでもええから相手手番センスパチパチやめろや。こいつ学校行かないの？いつも将棋打ってっけど。最近藤井より値段相応のもの作れやって矛先が飯屋なの草。底辺しかおらんくて草。収入例の税が発表しすぎやろわら。以上です。2本目は2021年8月に建てられたスレです。秘宝藤井に関連950円の昼食を食べてしまう。ええんかこれ。明日は昼飯抜きだな。食いすぎやろ。これ一つで2食分やろ。許されんぞ、これは。高ない。藤井くんどうして。これはあかんやろ。何税の本気、見せるか。
このバターライスやる気あんの？いつも思うけどイレブンってなんなん？レストランの名前や。関西将棋会館近くの洋食屋やで。一貫で1000円やから約束の範囲内やぞ。眠くなりそう。しっかりおごっちまったな藤井二冠。月収60のワイですら一食は1000円って決めとるのに。月収120は確実にあるからじゃあええやんけ。ぼったくり、ワイの4食分でくさ。成金の貧乏舌とはよう言ったもんやで。このハンバーグを一番うまく食べるには白飯しかないわ。見とけやこんな金満食に溺れたこいつには将棋の神様もそっぽを向くで。二冠なんだから約束守れてるやん。金持ってるとかそういう話じゃないのよ。センスがないと思う。バターライスのキノコ抜いてもらうんだっけ。ハンバーグにバターライスとか失望したで。スタミナ太郎行った方が満足度高いやろ。ワイの勝ちや。言うても値段の割になんかしょぼいな。タイトル戦なのに安すぎへん。これもスポンサーから出るんかね。名人レベルになれば飲食店からこれ食べてくれって逆指名されるんやないの。近いからって調子乗りすぎやろこの店。藤井君、嘘だよな。バターライスちゃんと盛れよ。ぼったくりだろ。年収400万くらいやろ。こんな生活続けてたら貯金とかできなそう。負けとるやないか。ワイらとの約束はどうしたんや。950円の貸しだからな。将棋会館の近くに空き物件ないやろか。ワイもそこで飲食店やろかな。センスのない盛り付け。ハンバーグとかステーキでこういう味付きのライスは頼む前はワクワクするけど、いざ食べたら肉と米両方味が濃くて疲れる。いっぱい食べて大きくなれよそうた。藤井クラスになると給料よりスポンサー料の方がえげつなさそうだけど、もう形勢悪くなってんのか。こいついつも豊島と戦ってるな。早死にするぞ。天狗に乗ってる。このライスにふわとろの卵包んでデミソースかけたら完璧。勝負飯が話題になるのって結局対局内容なんて素人にはわからないからなんだよね。ここの飯っていつもまずそうだよな。今週4日間対局やから許したれ。中卒なんやしもうほっとけよ。慎みを知らない規制とは程遠い生活してしまう。それが中卒や。贅沢時点なただの駒遊びで。将棋っていつも何時間もやってるけど意味あるんか。そんな時間かけたら CPU に絶対勝てへんやん。10分くらいでやれよ。タイトル戦はただ定期。単位かける100プラスタイトルかける1000やからセーフや。アラサーになったら中年脂肪がっつりつきそうやな。ええやん持っとくえや。ご飯は1000円までって言ったよね。なんで約束を守れないかな。チーズ牛丼食っとけ。何日か昼飯抜くんよな。約束やけど前借りというなら許すで。他人の負担やからっていつもより高いの頼むやつはダメや。今はええかもしれんが落ち目になった時に響いてくるで。いつまでネタにしてんだよわら。今後はソータの昼飯代を何税民で管理した方がええやろ。こんな外食ばっかじゃまっまの作ったご飯なんかもう一切食べてないんやろな。将棋って食う場所決められとるん。カップラーメンとか牛丼とか見たことない気がするけど。ちょい前までは将棋会館での対局なら外出て自由に食ってよかったけど、今はソフト仕様のカンニング疑惑冤罪事件あったせいで、事前に買って持ち込みか出前取ることになってるとか、で近所で出前やってくれるところって限られる。昼休憩に合わせて持ってこれるとこでないとあかんし。何税民との約束をなんだと思ってんだこのガキ。こんな食べて頭回転するんやろか。これで叩かれるのにもし嫁や彼女の弁当持ち込んだら死ぬほど叩かれるやろ。もう高校卒業した年で年収数千万あるんやからこのくらいええやろ。会長流せに買っててくさ。二冠やから2000円までええんやぞ。藤井猛がほんまに偽物の藤井になってまうやん。今年で竜王位は取ってほしいよな。竜王早く取らんと順位戦の研究が足りんくなるやろ。これって無料なん。それなら一番高いの頼むよな。嫉妬民勝ちで逮捕者いるから笑えんわ。今ハブ世代で会長が一番強いやろ。今のハブが永瀬に勝てるとは思えないし。いつも思うけどこいつらの飯いつもコスパ悪そうだよな。将棋会館の周りって足元見てる店しかないんか。本当はライスでいいのに2000円までいけるからって欲張ってバターライスにしたよな。こういうとこがガキやねん。19歳やろ。もっと食えや。鶏の餌みたいなバターライスだな。これが藤井くんの答えなんやな。本当にこれでいいんやな。ソータ、許そうと思ったけどやっぱりこれはダメだよ。嫉妬とかじゃなくソータには資格がない。だってソータは1950円の価値を知らないじゃん。俺がどんな思いしながら1950円稼いでるか知ってる？社員にこれ持って行ってって言われて持って行ったらこれはまだ持ってこなくていいんだよって怒られたり、この台車片付けといてって言われて片付けてたらこの台車は使ってるんだよって怒られたり、ここで待っててって言われて待ってたらずっとそこに立ってるけどやる気ないの？って怒られたり、やることないか聞いたらね、よって怒られたり、そんなことの繰り返しを8時間続けてようやく稼げるのが1950円なんだよ。でもソータは座って駒をパチパチしてるだけじゃん。それじゃダメだよ。こういうのは労働の辛さ厳しさを知って初めて食べる資格が得られるんだ。何の苦労も知らないソータが軽い気持ちで食べていいものじゃないんだよ。わきまえろガキが。ソータいい加減にしないか。もっと高いもの食べて金使ってほしいわ。タイトル戦はただって何食べてもええんか。藤井くん強い。具体的にはとりあえず飯紹介や。多分将棋担当記者の写真が良くないんだろうな。グルメ取材のカメラマンに任せたらもっと美味しそうに撮れるだろう。
グルメ番組や雑誌ってうまそうに見えるように工夫したりしとるからな。湯気出てるように見えるようにタバコの煙使ったりしてたし。逆になんなら認めるんや。チーズ牛丼とか。二日制の序盤を見続ける人って暇人なんか。対局時間が長くて途中で飯を挟むから。あでも視聴者層の半分は駒の動かし方も知らないやろうし、飯の話しかできないのも残党やね。将棋ライブ見てると藤井聡太タイトル戦の立ち合いで勉強してる感がある。くそ。男の子はこれぐらい食え。藤井くんっていつの間にかもう19歳なんやな。まだ高2くらいのイメージやったわ。ニートマジックで駒の動かし方覚えるとこから将棋始めて半年で24二段まで行ったけど、会館のクソガキにボコられてそいつの友達にも感想戦でバカにされて悔しいわ。あいつらなんであんなに強いんや。そうだ最近ちょっとおかしいよな。この前も1400円のわらびも作ってたし、完全に約束忘れてる。わいなんかエビチャーハンのエビが乗ってた部分の米しかもらえないのに。最近 CM にも出てたし調子に乗ってるよな。ここらで分からせないとダメだわ。なんじゃ移民400円のランチ、藤井2000円の定食、何が違うんや。剣網民、藤井、大谷、馬娘はすぐ終わる。すでに一つ的中。なんでこんなガキが勝ってるんや。他のオフ3連中は今まで何やってたんや。競技人口100人ぐらい。次はチキンラーメン食えよ。差し引きで許したる。お前らが金出してるんちゃうしほっといたれよわら。飯以外はすべてダイソー、キャンプ、島村ならセーフ。藤井くん、明日正午、約束の場所で待っとるわ。あの時の気持ち取り戻そう。藤井くんなら思い出してくれるはずや。藤井くん来年の7月に20歳なるからそれ以降は南西民との約束はおしまいやな。約束破り続けるんだから保護観察延長に決まってる。以上です。3本目は2022年5月に建てられたスレです。秘宝藤井聡太昼飯2900円わら。いい加減にしろよお前。2900円のオムライスにスレ民もブチギレます。ワイの3時間労働分やんけ。世の中舐めてんだろ。800円相当やろこんなん。しかもタイトル戦やから全部スポンサー持ちやぞ。なんでこんなぐちゃぐちゃなんやこのオムライス。働いたことないから物の価値わからんのやろな。引退後金元みたいに詐欺師に騙されそう。最近は綺麗な形のやつよりもふわとろ系が多い。野菜がない。ワイバイト、ワイの時給より安いので許す。また約束破ったのか。そうだ約束したよな。昼飯嫉妬民ってまだいたのか。ぼったくりやろ。これで3000円とか高くね。半額やろこれに出せるのは。金額よりも藤井くんはなんでコスパ悪い飯ばかり頼むんや。値段より情弱さの方が気になるわ。情弱といか用意されてるメニューから選んでるんやろ。こいつ全然反省してないな。ほんまこいつ。また約束破ってるやん。相手も同じ値段だから遠慮したんだろ。安いの食べたら叩かれるし、高いの食べたら叩かれるからね。藤井じゃなくてただ飯食わせてるスポンサーに文句言えや。オムライスセットやんけ。値段は店に文句言えよわら。親子オムライスなんて食ったことないわ。オムライスでこの価格って売る側のコスパ良すぎやろ。コンビニのオムライスでも美味しく食べられる俺の方が勝ち組だし。だんだん笑えなくなってきたな。人間ってこんなに差つくんやな。でも藤井聡太がし行くかって南西民誘ってきたらエコエコしていくんやろ。タイトル戦で2900円ってしょぼくない。同じもの食べて仲良いな。帝国ホテルで食べた時オムライスこれぐらいの値段やったけどバカ舌すぎて、そこら辺の洋食屋のオムライスとの味の違いわからんかったわ。今年からタイトル戦以外の対局で名古屋から出られない地獄味わうんやから、これくらい許したれよ。なお朝飯もう俺らの側じゃないってことか。そうた、一体どうして。貧乏人との約束なんて守るはずねえだろ。あらばあかわらってツイッターではっきり言ってくれ。すげえな。わなんて平日は100円のコンビニごま酒おにぎりやぞガキが。何頼んでも叩かれないで口。ほんまにイライラしとるやつはおらんよな。お前らゲージのふりして人を叩いてるとガチで人を叩くゲージになるぞ。スレ界見た瞬間頭に血が昇った。さすがに感化できる金額じゃない。名古屋飯まずで有名だからお客を招待する店選ぶのに苦労する。結果的にホテルとかで高い金払って食べさせる。俺は昼飯に2900円出せるけどわらしかもオムライスにねわら。俺たちを舐め腐ってるんやろな。高い飯頼まれると今までの説教は無駄だったのかと無欲感に苛まれる。ワイは食費を減らすために休日はベッドで横になってエネルギー消費を抑えとるんやが、ソータは社会弱者の気持ちを分かってくれる人だと信じてたのにな。六段の隠し玉も同じの頼んでるからセーフって南西ルールあっただろ。ワイが一日1000円で切り詰めとるのに。汗水流して一生懸命働いてるワイは薄皮チョコパンやぞ。将棋で遊んでるだけでそんなええもん食べてなんも思わんのかね。将棋って e スポーツと変わらんよな、外から見たら。以上です。皆さんはお昼ご飯は何を食べていますか？